C. J. S. 大学の皆様、こんにちは、神谷宗平です。本日も神谷宗平が聞く特別編ということで、集団的自衛権をテーマに、佐藤先生からお話をお聞きしていきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ますえー、前回はで,ですね、はいろいろ法律のややこしいところとか。はい、内閣法制局とか、最高裁とかですね、はい、もうちょっと小学生にはわか,からないなとい、はい、というところだったんですけれども、今日はもう少し視点を変えて、はい、まあ。 かつて、まあ、あの過去の収録と被るところもあるんですが、はいまあ、日本が今どういう状況なのかということを理解せずに、はいはい、集団的自衛権だけを見ていると、はい、なんかそれこそ物騒なことをしようとしているんじゃないのという風になるんですが今、議論しなければいけない日本が置かれている環境、はいはい、それをです、ね、ちょっと今日は見ていきたいなというふうに思います、はい、じゃあ、こちらですね。 やすいかね、まあですからあの、まあ、今日も我が国を取り巻く戦略環境の変化ってことですけどねなぜそもそも集団的自衛権について考えていかないといけないのかそしてその先にある憲法を考えていかないといけないのかっていうのが、まあ、昨今の情勢かと思われますけどもやはりもう戦後70年という時を踏まえてですね我々も今の時代どういう時代なのかっていうのを振り返ってまたこれからも のことも考えるという立ち位置にいるということが言えるんだろうと思いますそういった中でですねじゃあ我が国の憲法の制定時どうなのかなということでではまあ国連軍創設といった理想が先行してましたよね当時はえ、うん、え、日本の国際的役割への期待も損はなかったとまあね、はい、戦争終わってやれやれというだけでしたねでも現状は国連軍創設の見通しはないとまあ。 様々な枠組みによる対応、同盟関係、国連等が、まあ、現実だということですね。我が国は冷戦終結後一定の努力国際平和協力法とかテロ対策特措法とかを行ってきたと。でそういった中でですね特にアジア太平洋地域における緊張の高まりと領土問題との不安定要素も存在しているということですよね。で 技術の進歩、あの前々回でも扱いましたけど、やっぱり技術の進歩っていうのが如実に軍事技術に反映されてきて。あのパワーバランスがね、動きっていう,ていうのが、まあ人類の歴史でしたよね。からも読み取れますよね。まあグローバリゼーションの進展、国境を越える脅威の増大と。それはまあサイバーとかテロとか、大量破壊兵器の拡散という時代になってますよね。まあ、それはまあ世界のどの地域で発生する事象であっても。 我が国の平和と安全に影響を及ぼし得る状況ということで、まあ、海に囲まれているから日本は平和だという時代ではないですよねもうサイバーでみんなつながっていると宇宙もみんなつながっているということですよねどの国も一国では自らの平和と安全を維持することはできないと、まあ、そういう時代だと同盟国同志国との連携国連の集団安全保障措置等の重要性が増大していると。 軍事力の役割や活用場面が一層多様化しているということで、まあ、復興支援人道支援海賊対処ということで、ねまあ、日本にも求められるさまざまなテーマが増えているということでよりスピーディーかつシームレスな対応の必要性が増大しているとで国際社会を我が国のより積極的な関与を期待していると、まあ、当時は期待されてなかったんですけどね我が国は平和を創設する能力も意志もあると。 我が国の平和と安全を維持し地域国際社会の平和と安全を現実実現していく上で従来の憲法解釈では十分対応できない状況だということで、まあ、これだけ状況が変わってきているということで、ね、憲法は70年変わっていませんけど、まあ、その中で運用されてきているということですよね。まあ、そして、まあ、まあこれも白書のデータでございますけども、まあ、兵力比較国防比較っていうのはありますけどね、まあ、ちょっとあの 見にくいかももしれませんけども、まあ、アメリカは圧倒的ですけどもね、えーまあ、この中で、まあ、日本はですね周辺国に、えー、たくさんの兵力を持った国を抱えているというのが実現現実に見られるということですね、まあ、朝鮮半島に至ってはですね、まあ、ああいう狭いところにこんだけの兵隊がいるということで日本はすごく少ないということですよね中国と。 そしてこちらですよね、この表はです、ね、国防費、防衛費の伸び率ということで、ここもいろいろ読み取れる部分があるんですけども、まあ、日本は、まあ、若干予算が増えたといっても、微々たるもので、えーまあ、アメリカはこれ相対的に下がってるって、伸び率の伸び率、伸び額ですから、下がってると。 ということですよ、ね、まあこういう国際環境が如実に出てきてアメリカのと中国との力の関係の相対的化が進んでると、まあ、圧倒的だったアメリカが中国との関係で相対的に、えー、力が弱くなって弱,弱くなってるという中で、ね。 今までで絶対対的的なななももののが相対的なものになってきたという時代だから戦後の流れを見れば、まあ、戦後は米ロの,この連戦状態ですね、はい、まあこの2つが均衡それが1991年にロシアの方が崩壊してしまったんで、はい、アメリカの一極集中時代があったわけですねしばらくそれが2008年のリーマンショックぐらいからアメリカもお金がしんどくなってきたのでそれで。 その頃から中国が徐々に徐々に、はい、ね、軍事力にさらに拍車をかけて、もともと伸ばしてきてたんですけど。はい、そこから一気に気合を入れて、うん、まあ、伸ばしてくるわけですね。はい、だから、だいぶこの差がなくなってきていると。いう状況なわけですね。すねはい、だから、日本は戦後ずっとアメリカの下にいたので、まあ、守ってもらっているというか、はい、まあ。 ジャイアンがいるわけですからジャイアンの子分であればですね敵はやってこないわけですよ。何、えーえー、かというかジャイアンが苦み聞かせてくれるとそれでよかったんですねジャイアンがもう天下人になっちゃったわけですから我が家の春だったわけですよね、えーうん、だから GDP も20年間止まってるのかもしれませんけど、えー、そういう状況があったんですがうです、ねね、ボスがちょっと禁血なわけですよ。 だいぶ見ついてるんですけどね怒られるかなまあいやだいぶ渡してきたんですけどここは貧血なわけですよねそうなってくるともうちょっとしんどいよねとなってくると2番手3番でつけた中国がグググっと上がってきて彼らはボスに言うわけですよボスボスと今あなた1位我々2位この1位2位で世界を2分割しようじゃないかと2つに分けてこっちからこっちアメリカさんこっちから中国で住み分けしたらいいんじゃないのと。 いうようなことを言っていて、はい、でどうもですね、アメリカまだちょっと大物差があると、はい、ロシアさんロシアさんと一緒に組まないと、そうですね。まあロシアの方もですね、まあ、はい、アメリカとドンパチねぐら、はいウクライの方でやってますから、えー、まあ中国と組むのは利があると。はい、でなんだったらインドも巻き込んじゃおうかなみたいな。 あのそんな形で経済連合みたいなのも作ってますしねそういうパワーバランスの中で日本がどこの立ち位置に立つかっていうのを国民が全く考えてないとなぜなら今までここにぶら下がっておけばですね、えー、こっちが動くんでぶら下がる時はそこについていてけだけだったんですねそれがここがちょっとパワーダウンし敵方がまた一つ連合を組み出した時に、はい、さあどうすんのと。 で地理的にはアメリカさんよりもです、ね、中国とかロシアの方が近いんですね我々不幸にもだからこの立ち位置を決めて戦略を持って動かないとここが下手った時にわれわれはもうされたい放題になっちゃうよという状況だというふうな理解でいいですか。